皆さんこんにちは。この番組では皆さんの人生や生活の役に立つ本を紹介しています。音声だけですので耳だけ貸してください。今回紹介する本はリンダ・グラットンによるワークシフト、孤独と貧困から自由になる働き方の未来図2025という本です。この本を読んで印象に残った部分を紹介していきます。それでは始めていきます。この本を読んでいるあなたにも必要なこと、確かなことは分からなくても未来がどうなるかというおおよその方向を知り、自分の思考と価値観に沿った一貫した視点を得る必要がある。あなたが、私が、私の息子たちが、私たちにとって大切なすべての人たちが、働き方の未来を理解しなくてはならない。自分のために、そして大切な人たちのために、未来に備える上でそれが不可欠なのだ。この先私たちはとても大きな変化を経験するに違いない。良い人生を送るための条件について、これまで漠然と抱いていた常識の多くを問い直す必要があるだろう。変化に目を閉ざすのは無謀で危険だし、過去にうまくいったやり方が未来に通用すると決めつけるのも楽天的すぎる。それは自分と大切な人たちの未来を危険にさらす態度と言わざるを得ない。働き方の未来を的確に予測し、精神的な幸福と経済的な豊かさを得られる働き方を見つけることは、将来の自分と大切な人たちにあなたが贈れる素晴らしいプレゼントだ。未来について考えて行動することは後回しにし、手遅れになるのは避けてほしい。なぜ未来を予測する必要があるのか。あなたが、私が、そして私たちの大切な人たちが適切な選択と決断をするためには、何らかの現実的な未来像を持っておくことが欠かせないからだ。これから起きようとしている変化を突き動かすのは5つの要因の複雑な相乗効果だ。5つの要因とは、テクノロジーの変化、進化、グローバル化の進展、人口構成の変化と長寿化、社会の変化、そしてエネルギー・環境問題の深刻化である。これらの要因が組み合わさり、働き方の常識の数々が根底から覆える。次、あなたが未来を理解し、未来に押しつぶされない職業生活を切り開く手助けをするために、私はこの本を書いた。データを可能な限り深く理解し、さまざまなシナリオとストーリーが自分にとってどういう意味を持つかを吟味し、自分の置かれた状況が自分の選択にどのような影響を及ぼすかを考えてほしい。そうやって自分の抱いている未来イメージを問い直して、初めて強靭で明確な目的意識に貫かれた価値ある職業生活に向けて正しい道を歩める。第1章、未来を形作る5つの要因。要因1、テクノロジーの進化。テクノロジーは長期にわたる経済成長を生み出す主要な原動力の一つであり、世界の人口、平均寿命、教育の機会にも影響を与えてきた。テクノロジーは今後も私たちの仕事のやり方とコミュニケーションの取り方を変貌させ続けるだろう。テクノロジーの要因に関しては、次の10の現象に注目すべきだろう。1、テクノロジーが飛躍的に発展する。2、世界の50億人がインターネットで結ばれる。3、地球上の至るところでクラウドを利用できるようになる。4、生産性が向上し続ける。5、ソーシャルな参加が活発になる。6、知識のデジタル化が進む。7、メガ企業とミニ企業家が台頭する。8、バーチャル空間で働き、アバターを利用することが当たり前になる。9、人工知能アシスタントが普及する。
10. テクノロジーが人間の労働者にとって変わる。次、グローバル要因、要因にグローバル化の進展。この要因に関しては、すでに起きている現象を含めて特筆すべき要素を8つ挙げたい。1、24時間週7日休まないグローバルな世界が出現した。2、新興国が台頭した。3、中国とインドの経済が目覚ましく成長した。4、倹約型イノベーションの道が広げた。5、新たな人材排出大国が登場しつつある。6、世界中で都市化が進行する。7、バブルの形成と崩壊が繰り返される。8、世界のさまざまな地域に貧困層が出現する。次、要因3、人口構成の変化と長寿化。人口構成の変化と長寿化の要因に関して、私が未来ストーリーに取り入れた現象は次の4つだ。1、